はい、こんばんは、島津です。え、本日はですね、こちらのホラーゲーム、クリーバーキラーといったね、ゲームをやっていきたいと思います。えー、このゲームなんですけどね、主人公の特別捜査官、マイケルがですね、えー、っと、連続殺人鬼の家を特定して、その家に踏み込んでいくといったお話になってるみたいです。はい。で、この殺人鬼なんですけどね、えー、包丁を ね、狂気として使う特徴があるみたいで、まあ、包丁をね、持って襲ってくるんじゃないかなと予想できます。はい。それではやっていきたいと思います。えっとね、今回もですね、ローポリゴン系のゲームですね。最近ほんと流行ってるよね。でね、ここ見た限りだとね、他のフリーゲームに比べてね、うん、ちゃんとメニュー画面とかあってね、作りがしっかりしてますね。はい。それでは行きましょう。 なんか、ロードゲームとかあったりするんで、もしかしたら結構長いのかもしれないですね。はい、それではやっていこう。はい、来ましたね。えー、っと、HP が100だけあるみたいです。ちょ、待って、感度が、<laughs> 感度が大きいですね。よし、いい感じだね。じゃ、これでやっていきましょう。えー、殺人鬼の家にもこれ、え、え待って待って待って、もう、なんつうの、右側の絵が、もうおかしいんですけど、見てくださいよ。四足歩行の、ね、女の子ですよ。しかも、ね、後ろの足、 動物の足だよね。えっ、ー、と、ミークラシックイメージ 4? えー、パシ、パシなんとかだから多分サイコパス、狂ってるって意味だったはず。うん。パシ、パシーコだっけうん。サイコブレイクでね、この単語使われてたんで、そう、確か狂ってるとかそういった単語だったと思います。うん。開かない。ドアロッキング。えー、どこいんのかなっていうか、ね、特別操作がなんだから、あの、 武器ぐらい持っとかないとねえー、っといないねぱっと見ああ注,注射だ注射があるん取れないのこれああ調べるはできるんだえー、っとプットダウンうん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 えー、っとサプリメントうんサプリメントみたいですねはいえー、っと一応みんなに見えるようにはいのしときますねどういったねあのサプリメントなのかはね気になった方は調べてみてください え、これはウォーター。はいはいはい。テレビはつきませんね。えっ、ー、とこ、これはこれ何これは、えー、っと、UE パラメラシーなんだろうまあ、薬だよね、おそらく。で、また変わったね、お地蔵さんが。日本から買ってきたんですかね。あ、つながんない。え あの作りめっちゃしっかりしてる気がするんだけどうん操作性もいいですよちょっとねあの移動する時のね速度にね慣れが必要かもしれないけどでも全然あの、うん、えフィッシュフィッシュって書いてあるのにさカタツムリが乗ってますよ、うん、魚じゃないのかなこの中身おおっえ何心霊系の現象来たんだけど違うでしょこれ殺人鬼でしょ 心霊系でビビらしてこないでよ。全く俺そっちのこと考えてなかったから。あの、かなり無防備でしたよ、今。危なかったね。これでさ、パラノーマル HK みたいな脅かし方してきたらさ、もう俺、かなり、また、後ずさりしてましたよ。あの、HK ってあれ多分、香港ってね、略ですよね、きっと。中国の香港が舞台だったんで。はい、じゃあね、ちょっと話戻していきましょうか。開きませんね。あー開く、あく、あく、ここ。ここは開かない。えっ、ー、と。 はい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 。こんな感じで開けていくのね。えー、っと、これさ、押せるんじゃない押して隠し通路を探すとか。多分、地下で作業してるよね。基本だと思う。うん。ええ,え,えなんか今、黒いもの通ったんだけど。バグかなんなんかわからんけど。くっビビんな。ここ開いた開いた開いた。はい。お待って。地下室に通じる いや、ただの倉庫ですね、ここは。うん。でも、これをね、なんかの暗号だよね。きっと、数字じゃないですかね。えー、っと、武器欲しい、武器。うん。え、なんだろう、これ。何すればいいのかね。いや、でも、ここのね、あの、扉が開いたってことは、絶対なんかあるんだよ。うん。あ、なんか取れそう。あーはい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 。 え番号ですね。オールド、えー、チェスト。えっ、ー、と、7と2だったっけこれ多分2を表してるよね。7、2、あと1箇所かな。数字らしきものがあるとしたら。あ、やった鍵発見。OK。えー、っと、あ、走れるわ。ダッシュできます。うん。今気づいたけど。 トイレですね。はい。あ,あ数字ありましたね。数字ありましたね。ビビったビビった。え、誰の叫び声今の。あ、回復薬じゃないこれ,れ。取れないのかなこれあれかな ?HP がね、減ってる時だけ使えるんですかね。えっと、273で行こうか。えしまった大丈夫 ?OK。 どっから悲鳴聞こえたかいここじゃないよね。なに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 , <laughs> なにガッチャンごっちょい言ってるけど。えー、っと、ま、あ多分今殺されたんでしょうね。捕まってた人が。じゃ、あまあまあここ開けましょうか。えー、っと、これ ?2、7、3、5かな開いた。オッケー。 ね、最初に見た数字の順番で合ってましたね。で、中には何があるあ、鍵あった。えー、っと、取った違う。取れない。取り方がちょっと難しい。はいはいはい。こうね。オッケーオッケー。テイク。で、置く。さあ、これどこの鍵ですかね。えー、っと、ここだね。ここだね。だよね。うわー殺されてる。え 生きてない生きてない首動いてるよ。首動いてるよ。あ、生きてる、生きてる、生きてる。まだ生きてる。まだ生きてる。大丈夫かはい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 。えっと、マ、ま、ン、あ、プリーズ。なんちゃらかんちゃら。って言ってね。よかった、また息があったか。また救急車呼ぶから。ああ、型にね。うん。肉切り包丁が刺さってるだけで済んでるからね。致命傷ではなかったみたいですね。うん、そこだった。あっ。 やったハンドガンゲット。うん。これで狙うのオッケ,ーオッケーオッケー。4発。4発でね、ね狂った殺人鬼を倒せるんでしょうかね。大抵タフですからね。あれこれ、とどめさしてくれって言ってる、まさか。うん。じゃね、まあ、楽にしてあげようか。あれあ、間違ってゃみたい。撃っちゃいけなかったみたいです。 でもタグだね、頭に一発食らっても死なないって。うん。あれだろうね、多分。こいつがタフすぎるっていうことに気づいたから、ね。ここでとりあえず動けなくしてるんでしょうね。殺人鬼頭いいね。もう一回撃つか。あ、いった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 ああ、完全に殺すっていうのでストーリーが進むのかな。あ、先に行ける。えーっと。 ミーフーなんちゃらかんちゃら。うん。でもこれは楽にしてくれってことだったんでしょうね。でも、それだったらね、ヘッドショット一発でいってくれよ。違うのかと勘違いしちゃったよ。はなになになにやばい、やばい、なんかある、なんか起きた。ははなに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 あいつ、なに <laughs> お、お前なんだお前なんだその奇妙な動きやめなさい。<laughs> その奇妙な動きやめなさい。女の人だね。なあ、どうした、どうした、どうした。殺人鬼うでもいじられたかああ、言ってる。ああ、言ってる。これ殺人鬼脳見たい今、奇妙な動き。うん。いや、ほんと焦った。 襲ってくんのかと思ったもん。でもさ、武器としては2発しかないからさ、1発でも外したらもう致命傷だよね。あ地下室が出てきました。ここに行けと。で、これどうやって降りるのんのんどうやって降りんのこのまま、このまま。お、落ちてダメージを追わないよね。あ、よかったよかった。<laughs> ああえ、結構追ったよ、結構追ったよ。<laughs> 20、えや違う、32追いました、ダメージ。ちゃんと下ろしてよ。 ちゃんとろしてよでねあのここあれだねうん死体保管所切り刻んだ死体がたくさんありますよさっきのさ女の幽霊っぽいのはさこれを知らせるためになんかあえこいつこいつが殺人鬼だこいつが殺人鬼だうん ここさ、たくさんのさ、音量がいるんじゃない音量というか、まあ、幽霊というか。で、刑事にとりあえず知らせようとしてるね。ちょっと待って、あの、回,回復させて。<laughs> やっちまったぜ。うーん、落ちて32も食らったからね。血液だ。あっ、どうやらね、殺した、うん、殺す前に。えっなんもしてこないぞ、あいつ。なんもしてこないぞ。 お前がこんだけやったのか。えー、お前が犯人か。やばい、こっち2発しかねえからな。あんま挑発するのは良くないと思う。うん。死んだ時にね、血液も取ってたみたいだね。で、あれでしょ。なんか輸血とか。そういったのに回そうとしてた感じ。普通にはそこに立ってんだけど。あ、こんな感じでね、足首、足、胴体っていう感じでね、4等分にしてたみたいですね。どうしよっか。勝ち目ないよ。<laughs> お前そこで何してんだって言わんばかりだよね。あの、立ち、立ち方。 いや、あの、お前を逮捕するためにこっち来たんだよ。おい、動くな。動くな。こっちは銃あるからな。んあれ動かないぞ、こいつ。えはい <laughs> なんか話してるよ。上で。I was just なんちゃらかんちゃら。そんな悪い顔のね、人じゃなさそうだよね。メガネかけてるから、そう見えるだけかもしれないけど。ええこれ逮捕 あ逮捕したみたい逮捕したみたいです <laughs>。多分これ逮捕だよね。えどうなんだあ来た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 。あっ、あどだ,どだし死なんだ知らない知らない知らない。死なないっいて,いて,いててくれた。うへ,へへへじゃねえよ、バカ。ちょっと武器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 ,武器ないよ。やばいやばいやばい。死ぬ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 いや、こいつ、あの、いっていていて。あ、やばい、あと一発。武器ないよ、武器ないよ。 あ、ダメだ、死んだ。あのー、こいつメガネ取ったけどね、そうだね、メガネ取ったらクソ人相悪かったね。え、二発じゃ倒せないってこいつ、どうすればいいの待て待て、まて、まぜ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 ぜ。取った。メディキ取った。え、これどう使うのはい。OK、回復。回復したけど、 たた待って、逃げ切んないといけないのかな一定時間。斧取れ、あ斧取れたアクス取れたアクス、アクス取れたほら、バカだれ <laughs> 武器ありましたよ。うん。で、これね、メニュー画面開かないとね、アイテムが使えないみたいだから、その間ね、リアルタイムで進行してるから、素早くね、あの動作取んないとやられちゃいますね。勝てっか <laughs>、okay、はい、はい。 よいしょよいしょよいしょおいしょちょっとで当たってるこいつ当たり判定大丈夫かよいしょおい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 ,おいえ勝てるえ途中なんか食らってないよやばい OKOK あ行けた行けた行けたよかったよかったよかった ギリギリ倒せたうんこれ HP 満タンじゃないと勝てないねクリア OK あのー、ね最終的にはですねあの殺人鬼が逮捕に応じず襲ってきたから正当防衛で倒したってうんオチですね いや、強いんだけど、強いしさ、なんか、斧が当たってる感触がなかったからさ、あれこれ本当倒せんのかなってめっちゃクソ不安でした。あ、ごめんなさい、落ちました、ゲームが。勝手に。うん。なんか最近のフリーゲームって終了すると、あ、終了っうか、クリアすると自動的に落ちるの多いよね。はい。いやー、ちょっとね、最後がね、難しかったですね。あの、倒すまでに、えっと、4回ぐらいトライしましたわ。いや、4回以上か。うん、5回ぐらいトライしました。で、ようやく倒せた感じ。 はい。ということでね。えー、っと、クリーバーキラー。これにて終了とさせていただきます。ね。あの、フリーゲームの中でも質が良かったですね。演出とか。そういったところが。なので、個人的にはね、あの、満足して遊べた短編のホラーゲームだったんじゃないかなって思います。はい。ご視聴ね、ありがとうございました。こんな感じでね、ホラーゲーム。 とか、ね、あのいろんなゲームやっていきたいと思うのでまたよければねうちのチャンネルに遊びに来ていただければすごくありがたいですよろしくお願いしますそれでは島津のクリーバーキラーホラーゲームになりました失礼しますチャンネル登録コメント高評価していただけると励みになりますご視聴ありがとうございました